皆さんこんにちは、パチスロ必勝本の嵐です。どうも皆さんこんにちは、パチスロの妖精ソロカイザーです。キラ、はい、というわけでですね、今回から、こちらのパチスロマクロスフロンティア2、はい、こちらのですね、紙面ではお届けきれないような魅力だったり熱いポイントを動画でバシバシと、はい、全2回にわたってこの異色なメンツでちょっとお届けしていこうかなというふうに思っているんですけれども、はい、まあ、先ほどカイザーさんが、はい、まあ、キラッとやっておりましたけれども、やっぱり原作はかなりお好きな感じですか？もうお好きな感じですね。お好きな感じですよ。どういう感じですか？テレビアニメ版も見たし、はい、劇場版もバッチシ見たし、何度も見ました。はい、いやいいですよ。いいですよね。実は、はい、私も隠れマクロスフロンティアファンでございまして。なるほど。あの、僕は、まあ、前作のパチスロがすごい好きになって、はいはい、それで、あの、原作を見たっていう感じの流れなんですけど、自分とは逆の流れですね。そうですね。でもやっぱテレビアニメも見たし、はい、まあ、劇場版も見たし、はい、劇場版いいですよね。いいんです。アニメ版もいいんですけど、劇場版感動的でした。はい、しかもその劇場版がベースになってるのがこれですからね。そういうことですね。マクロスフロンティア、はい。ちなみに、はい、まあ、あの、いろいろ楽曲とかも多くて、はい、まあ、いろんな曲が作中にも出てくるんですけど、一番好きな歌とかなんですか？やっぱりね、ベタですけど、はい、ライオンが好きですね。いいですね。ノリノリになれるんで。そうですね。まあ、僕もやっぱ、あの、パソルで、あの、ビッグ中に選択できたじゃないですか、ライオンを。できましたね。初めて聞いた時に、これいいなと。もうね、ホールで聞いた時に鳥肌立ちましたからね。立ちますよね。ほー、ほう、まあ、僕とはちょっと鳥肌の立ち方が違うみたいなんですけども、はい、まあ、やっぱり、あの、いいパチスロの音楽っていうのは乗るんですよ。例えばボーナス中とか ART 中に、まあ、BGM 流れた時にこう闘争本能を駆り立てられるというか、なんていうかね、本当にね、頑張ろうって気になれるんですよね。そうなんです。まあ、そういった曲が、まあ、このマクロスフロンティアってやつはかなり多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういった音楽の魅力とかも、まあ、動画ならではというか、まあ、実際にリアルタイムではないですけれども、皆さんに届きやすい形でお届けできると思いますので、まあ、前後編2回にわたりますが、はい、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。思います。それではまずは通常時の基本的なゲーム性の解説をカイザーさんに。俺が打つんですか？自分が打つんですか？いや、カイザーさんに打っていただきながら僕が解説していくと。バシッといろいろ引いてください。じゃあ早速打ってください、はい、僕が解説していきます。はい、まずレバー叩くんですね。いや、当たり前ですわじゃあいきます。はい、はいはい、まず通常時はどこを狙って？そうですね、通常時なんですけれども、左リールに青7がありますので、はい、そちらを目安にしながら枠内にチェリーを狙って消化していってください。はい、はい、そうですね、青7が下段に止まった形は基本的に中、右、リールともに適当値で OK です。なるほど。本機なんですけれども、疑似ボーナスと ART を搭載しておりまして、どちらも1ゲームあたりの巡上枚数は 2.4 枚となっております。で、主な出玉増加景気はその ART とボーナスであると。で、そういったレア役が成立した時に、そうなんですよ。これは何を、はい、何を狙えばいいでしょうか？そうですね、この時に3連チェリーもしくは、青7絵柄の対角上にボーナス絵柄が止まると強チェリーになるんで、まあ、中右リールともに7図柄をちょっと狙ってみましょう。はい、了解です。7を狙う。はい、7を、はいはい、この時に3連チェリーもしくは対角にボーナス絵柄が止まってないので、こちらは弱チェリーとなります。で、リプレイが小部位に停止することがあるんですけれども、そちらはチャンスチェリーとなっております。強チェリーが引きたいですね。強チェリー引きたいですね。引きたいですね。バシッと引いて、レア役を引くと基本的にはボーナスのチャンスになります。ステージチェンジしましたね。はい、で、ステージなんですけれども、ちょっとフリップで解説しましょう、はい、で、通常時のステージが、サンフランシスコ、はい、さっき来ましたね、はい、そしてアイランド3で、今がマヤン島、はい、そして、グリフィスパークの丘っていう4つのステージがあるんですけれども、はい、今滞在しているマヤン島とグリフィスパークの丘は状態が降格
なるほど、はい、ということはここでレア役を弾くと熱い、熱いですね。そういった内部状態を通常時のステージは示唆しております。なるほど、見せたいですね。見せてください、任せてください。今ちょうど本当に広角に滞在している可能性が高いので、はい、ここでレア役を弾くとボーナスの大チャンスになります。いきますよ、キョーチェリーバシッと決めますよ。決めてください。でボーナスの突入ケーキは主にレア役なんですけれども、 ART の突入ケーキは、まあ、前作でもありましたように、規定ゲーム数到達によるゲーム数解除、そして、チャンスゾーン解除、ボーナスのボーナス中の抽選、そしてレア役による当選の4種類がありますので、これ今チャンス目停止してますね。チャンス目、なるほど、はい、あのチャンス目停止時は必ずリールフラッシュを伴いますので、で今マヤン島ですからね、はい、マヤン島でチャンス目引いたということはチャンスですよ、本当にチャンスですね、はい。でボーナス当選時は基本的に前兆を経由してボーナスが告知されるという仕組みになってますので、まあ、しばらくこのように演出がざわついてくる感じになって、まあ、ボーナスいるかないないかなっていう期待感を楽しませてくれると。おお、ちなみにカイザーさんの背中が大きすぎて俺があんまり台の右側が見えないっていう状況に陥ってますけど、おなんか歯車が激しかったですね。で今上段にベルが揃ってますけれども、はい、まあ、ベル揃い、通常時のベル揃いは上段ベル揃いと、あとはリプレイリプレイベルっていう CB を搭載しておりまして、 CB 入賞後は、14枚の払い出しが、まあ、基本的には斜め揃い、右下がりにベルが揃ったり、まあ、中段にベルが止まると14枚の払い出しになるんですけど、そういうベルが CB 後は入賞するという形になってます。これ、ね、これですね、こちらが CB 入賞面になりますので、次ゲームは14枚、おこの形です。で CB 中にはベル以外のレア役が成立する可能性もあるので、レバーオンでチャンス演出が出ると熱い。なるほど、早くレア役引いてもらおう。なかなか、お、いいよ。あ、どうなんだ、どっちだ、これはやっぱりチェリーかスイカって感じなんですね。チェリーかスイカですね。お、スイカですね。で、このスイカが滑ってきた時なんですけど、はい、ちょっと待ってね、はい、中リールに緑7を、はい、まあ、上段あたりにちょっと早めに狙ってください、はい。で、この緑7の下のスイカが転敗して揃うスイカは弱スイカ、あの緑7の上のスイカが転敗して揃うスイカは強スイカとなっておりますので、はい、入賞ラインではなく入賞絵柄によるスイカの強弱の判別っていうのが今回マクロスフロンティア2では必要になってきますから、これしっかりと押さえておいてほしいポイントですね。別にスイカの時はこの緑7を狙えばいいっていう、そういうことですね。あ、これが弱スイカ、弱スイカで中段までスイカが滑ってきて揃うスイカ、要は平行ラインで揃うスイカは強スイカになります。なるほどなるほど。お、なんかいつもと違う演出が来ましたね、はい、これは病院の屋上ですね。お、滑った、滑りました。スイカが滑った時は緑7、緑7、あー、これで強スイカはチャンス目です。なるほど、さあどうだ、強スイ カしかも今エフェクトがでかかったでしょ、こういったように子役入賞時にリール上に発生するエフェクトの種類にもぜひ注目していただきたいですね。これはエフェクトが大きいし強スイカですね。まあステージはまあ通常ステージですけれども、もちろんボーナスの期待が持てる強レア役で、さらにチャンス目まで重なるこの引きっぷり、そろそろでかいレア役が欲しいと、おーっと、お、あ、なんだ、おー、デカルチャンス、まあ、さっきのレア役でしょうね。なるほどなるほどなるほど、はい、お、いいですね、シェルちゃんかわいい。はシェルからのスタートで、デカルチャンスなんですけれども、はい、左側のライブボルテージ、そして右側のミュージックヒストリー、はい、この2つに注目しながら打ってください。ほいほい。で基本的に今この完成演出が出てますけども、はい、完成演出が第3停止まで継続するとライブボルテージがアップします。お、こんな感じですね。おお、400ポイントで合計で1000ポイント貯まるとミュージックヒストリーのランクが1個ずつ上がるので、なるほど、ランクが上がれば上がるほど本店長の期待が高まるという形になっております。おお、いきなりレベルアップすることもあります。おお、曲が変わるんですね。変わっていきますよ。でこの曲の変わり方も、はい、パターンがいっぱいあるみたいで、
もしかしたらそこに法則性があったりとかしてより熱くなれるなんてのも今後の情報では出てくる可能性はありますね。これはこの演出は何ですか。この演出はまあレベルアップするか発展するかチャンスかみたいな見りゃ分かるって話ですよ。はい、これでミュージックストリーが3で背景の色も青から黄色そして緑っていう風に変わってるんですけど、まあ、この辺なんか最近のこう前兆ステージのトレンドでもあるからすごく分かりやすいと思います。おお熱いよ。これで赤まで行きましたから。あれこれもしかして、レベルマックス、レベルマックスレイボーですな。そして、まあ、あの5段階目に行くと、まあ、ライオンが流れて、ライオンいいっすね、はい、いい歌ですよ。2人の歌姫の共演が見れると。まあライオンだけじゃないかもしれないけどね、結構ライオンが出ることが多いのかなっていう印象ですね、実践上では。はい、そしてまあ金文字で、あのカイドさん、はい、僕の解説聞いてますか。聞きます、はい。ちょっと興奮しすぎました。興奮しすぎました。でボーナス確定と。はあ。デカルチャー。いやーボーナス確定ですよ。いいですよね。まあこれがまあ前兆の王道的な流れになります。さあついにボーナス当選しましたよ。そうですね。あ来ましたね。はい。でこの時に、はい、左から7を狙うと緑7が。右から7を狙うとピンク7が斜めに入賞するという形になるんですけれども、まあこの7揃いの種類によってビッグ中の演出が変わります。なるほど。はい、じゃあちょっとランカちゃんで。そうですね、じゃあ今回は緑7ランカビッグでお願いします。銀河の果てまで。はい、でちなみにまあシングルラインでビッグが入賞しましたけれども、はい、ダブルラインで入賞した場合はビッグプラス ART が確定すると。 おこれもしかして曲が選べるってやつですか。そうなんですよ、今回は全12楽曲を選択することが可能となっております。ほほほ。ただ、まあ、パワースローでレベルを上げて音楽を解放していくという形になるんですけども、はい、今回は特別にもう12曲全部選べる状態になってますから。おライオン、おお、あ、なるほど、やっぱりライオン行きましょう。ライオン行きましょうか。ましょうよ。ここはちょっと意見が一致したね、我々の。いや、ライオンですよ。まあ我々もちょっとユニゾンしないとね、この辺でね。そうですよ、2人で。痛い。じゃあ早速紹介していきましょう。はい、で今ゲーム数表示50ゲームになってますけれども、通常時のビッグは50ゲームから100ゲームのゲーム数変動型になっております。カイザーさん、歌に夢中になってないで俺の解説も聞いてね。はい、はい、歌詞が出るんですよ。ミスればどこ、おい解説を聞けっつってんだ俺も。もういいです。なんかだから解説をさせてほしいんですけど、はい、はい、ランカビック中なんですけども、はい、このクマが出現した状態が高確率中となります、はい、なるほど。で何の高確率中なのかっていうと、はい、まあ、ボーナス中 ART 抽選を鍵を握るのはベルベルリプレイという特殊リプレイになってます。こちらの出現率が高確率になっている状態をこのランカビッグはクマの出現で示唆してくれると。でシェリルビッグは、その高確状態は分からない。その代わり、ビッグの前半パートと後半パート、半分ずつジャッジゲームっていうのが出まして、はい、そこであの ART に当選してるかどうかを告知するっていう、まあ、ちょっとした後告知ビッグみたいになってます、シェリルビッグは。はい、じゃあやってください。わ、はい、かりました。さあぜひちょっと弾いてほしいんですよね。でランカビッグはチャンス告知なので、まあ、ART の当選ゲームで告知が入る可能性が高いです。でちなみに ART 中にビッグを弾いた場合なんですけれども、ゲーム数は30ゲーム固定で、ベルベルリプレイの特殊リプレイ成立で ART のゲーム数話の数を行います。これは何ですか。はい、これはもうレバー音で告知が入るっていう、もう解説者泣かせの告知パターンをカイドさんが引いたということですね。はい、どういうことですかこれは。基本的にはこのオーシャンスオーサンショウオーさんのナビが発生すると特殊リプレイの可能性があって、はい、まあレバー音から第3停止までどこで告知が入るか分からないんですよ、当たってる時は、はい、でもなんか出てますけど。だからレバー音であんたが引いたんだよ、俺が解説する前に。おお、はい、なるほど。これで ART 確定と。ほお、素晴らしき我が引き。ふざけんじゃねえ。解説させろよ。
もちろん高確率状態じゃなくても、あ、いいの引いてくれた。来ましたよ、7、はい、この時に青7が揃えば、はい、ART のセット数獲得と。ほう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 。まあ、あのもちろんあの当選してない状態だった場合は ART 確定と。じゃあちょっとアルト君を狙っちゃいましょう。狙っちゃいましょう。狙わなかったら困りますよね。アルト君、そって、それ残念。でこの時にスペシャルテンパイオンが鳴ったりもする可能性あるんで。なるほどなるほど、はい、あラスト、あこれで終わりです。でも、はい、この後はそうですね、 ART 確定と。みんな大好き ART。 では続きましては、はい、レギュラーの解説をしていきたいと思いますので、はい、じゃあ海田さんまた準備中ちょっと紹介してください。あ来ましたね。はい、この時に、まあ、あの押し順ナビに従って、はい、まあ、どちらの7図柄を狙ってもいいんですけれども、はい、外れてビッグに昇格っていうパターンもあるんで、なるほど、最後までドキドキできます。まず右リールがアルト君。アルト君です。でどっちかって感じですね。ランカちゃんかシェリルを。さっきねランカちゃんだったんで今度はシェリルちゃんを。あーなるほど。今回は外れずにレギュラー入賞という形になりました。はい、じゃあ消化していってください。はい、いきましょう。まあレギュラー中なんですけれども、はい、ゲーム数は30ゲーム。あれ、なんか揃いましたよ。はい、いいですね、いきなり揃えてくれました。はい、はい、レギュラー中のポイントをじゃあ今度またフリップを使って説明していきたいと思うんですけれども、はい、超時空トレカを揃えようと。なるほど。はい、で、トレカが青、赤、金、レインボーとなっておりまして、はい、今揃ってるのが青ですね、これがまあ期待度の高い色が揃えば揃うほど ART に当選しているか、もしくはビッグに昇格するか。昇格ボールですね。あるんです。この2つの期待度が変わってくると。あ、今度赤ですね。もちろんですね、いい色のトレカが揃うかどうかっていうのはこういったレア役が成立するかどうかっていうのも鍵になってきますんで。なるほど。ジャクセリー、赤が揃いましたよ。お、また赤。おお、金です、金。お、ちょっと揃っちゃう、金揃っちゃうんじゃないですか。ああ、惜しい。残念。あ、通常のカードですね。ちょっとやっぱ盛り上がりますね。ドキドキしますね。あ、また来ました。おお、赤。しかもレベルももちろん、ビッグ中同様にチャンス役ですから。おお。おお、また揃いましたね。はい。ラスト。あ、んおお、え、なんすかこれ。これはおお、なんか無限、無限ですか。え、なんすかこれ。このレギュラーには、はい、無限レギュラーというものがありまして。無限、はい、ビッグに昇格するまで継続するという。ビッグに昇格する、はい、つまり逆説的に言えばビッグ昇格フラグさえ引けなければ永遠にボーナスが継続して1ゲームあたり 2.4 枚増えていくっていう、ある意味もしかしたら最も破壊力があるんじゃない。ちょっと待ってください、はい、ということはビッグに昇格するまで ART 抽選も行ってるんですよね。いや、当然、あの実は無限に昇格した時点で ART は確定してます。この後は ART のゲーム数を獲得しつつビッグ昇格を目指すと、はい、あの僕一回昇格したことあるんですけど、はい、かなり乗せました。ほらもう50ゲームってなってるでしょ。ああ、うん、だから初期ゲーム数はもうもらった状態で、あとは主にベベリー整理地にゲーム数をお話ししていくという形になるので、レギュラーボーナスも侮れませんね。そうなんです。おお、これはすごいのか、なんか来た。これはですね、はい、俺はね逆にね昇格のピンチだと思うよ。嘘、うん、嘘。基本的にはねレア役で昇格することが多かったから、はい、実戦上は、はい、あ、今日手に引いたね。これは、はい、これは話したら昇格って感じ。いやいや、あの前兆来ます、前兆来ます。ちょっと上乗せ、まあ、もちろんゲーム数上乗せになる可能性もあるから、はい、上乗せお願いします。あー金、あれゴールド。これもしかして金が揃っちゃうと。いや、でもここでバルキリーの G っていうのが出てくる可能性があるね。なるほど。 G あ、これですね。はい、
ボーナスは昇格がしちゃいけないんですね。はい、でトライアングルチャンスっていう表示もあるから、はい、セットスワーの差もある。あ、なるほど。おや、おお、二次ライブやりましたな。これ乗り切ったよ、乗り切った。おお、ドキドキした。でもね、キョウチェリーの脅威を乗り切ったんで切っていきますよ。あれ結構ね、レア役が来るとドキドキタイムだよね。赤、おお、ベベリお、さあどっち昇格は勘弁。あー、昇格、昇格、昇格しちゃった。でこれで無限は終わるんだけど、はい、こっからまたビッグは再スタートなんで、はい、おー、なるほど。そういった意味でもかなり強力です。でもちろんビッグ中もベベリで、主にベベリでゲームスワノセしていくんで、はい、おっと、したかった。で昇格見ます。昇格のシーンもせっかくなんで。昇格、おお、これで、おお、すごいっしょ。おお、でダブルラインなんで ART プラスビッグ確定してますっていう状態から、で今のレギュラーでトータル100ゲーム獲得しましたよっていうことですね。ほら、じゃあ、はい、ここまではですね、ビッグとレギュラー2種類のボーナスについて解説してきましたけれども、はい、なんかここではすごいのが出てますよ。そうなんです、第3のボーナス、プレミアボーナスであります、はい、究極クランボーナスの解説をちょっとしていきたいと思います。大好きなクランちゃんが活躍するボーナスですね。そうなんです、ザーさん大喜びですけれども、じゃあ早速紹介してみましょう、はい、いや紹介はいいんで、とりあえず一回揃えて手を休めていただきますから、はい、なるほど、解説しますんで。おお、クランちゃん、あー、でかじゃん。究極です、はい、究極ですよ。まあ、前作の超時空ボーナスと同じ並びになってますから、はい、もう前作打ってた方はプレミアなんだなと分かると思うんですけれども、今回はビッグ中はパチスロオリジナルの超プレミアライブ、クランちゃんが歌います。ほー、はい、そして、はい、50ゲーム継続のビッグとなっておりまして、まあ、ここに重要なキーワードであります、出ますね、ゼントラーディー化で上乗せ性能が大幅アップというふうに書いてありますけれども、とにかくゲーム数上乗せに特化したプレミアボーナスであると。つまり、成立した時点で ART がもう確定です。おお、究極の名は伊達じゃないです、ね、伊達じゃないんです。じゃあそれではいきましょう。ダメです、実はですね、はい、これはこの動画の最後に、はい、まあ、また改めて消化していきたいと思いますんで、ぜひ、いや今紹介しちゃいましょうよ。うるさいんだよ、今打ち合わせしたでしょ、さっき始まる前に最後にやるって。ちゃんが、おこれがですね、前作でも好評でございましたメドレーステップアップ、こちらステップ1でしたけれども、なんかのメドレーステップアップの時は左から、シェリルバージョンの時は右から押して、7が揃えばART オアボーナスという形になります。じゃちょっと、はい、緑7を狙います。揃え、お、揃えばボーナスか ART、 ボーナスか ART、 あー残念。でここで揃わなかったじゃないですか、はい、でこのスイカの小ぶいっていうのはチャンススイカっていうレア役になっておりまして、あ、はい、まあ、メドレーステップアップで7が揃わなくても今度はチャンスゾーンに突入するチャンスになってます。なるほどなるほど。あ、おー、はい、これがチャンスゾーン、これがバジラアタックというチャンスゾーンになってます。なるほど。Oh!
はい、こちらバジルアタックなんですけれども、はい、ゲーム戦と異なる3種類のチャンスゾーンを自分で選択して消化するタイプのチャンスゾーンになっております。ありますよね、殲滅、迎撃、一撃ってあります。そうなんです。で、今こちら表示されているのが殲滅、はい、こちら15ゲーム固定型のチャンスゾーンになっておりまして、リプレイ、主にリプレイとチャンス目で抽選を行うと出ますね、下に。はい、で一応レア役でもチャンスという形になっておりまして、あ、まあ、それらを引くと ART 突入のチャンスになるという形になっております。はい、でこちら一撃が一発勝負型、要は1ゲーム完結型のチャンスゾーンになっておりまして、スカル招待招集で ART と。なるほど、まあ、もう己の引きに最も自信がある人はこれ一撃いいかもしれないですね。いいですね、はい、自分向きですね、皇帝向きですか。はい、続きまして迎撃、こちらゲーム数不定型となっておりまして、5ゲームは継続が保証されてるんですけれども、それ以降はどこまで継続するかわからないと。で主に、まあ、チェリーとかスイカ、チャンス目でチャンスになるんですが、はい、最も肝になるのはその後ですね、押し順当て、中段にベル、はい、リプレイ、リプレイが揃えば、はい、ART 確定となるんで、なるほど、この4択を自力で当てられる感性が優れてる人はこの迎撃いいんじゃないでしょうか。この3種類の中のシリーズとはどれを選ぶかって感じですね。そうですね。でもしあれだったらもう1回だけ右ボタンを押してもらっていいですか。ビッて、もう1回。おお、え、なんですか。はい、こちらですね、超一撃を一周させると超一撃に変わるっていう。でこの超一撃は一撃よりも当選期待度は低いんですけれども、成功すれば夢の超時空ライブ突入の大チャンスと来ますね。成功すれば超時空ライブ期待大、そういうことなんですよ。だからもう本当一発逆転型のチャンスゾーンと言っていいんじゃないですかね。これはちょっと悩みますね、どれにしようか、どれにしようかな。個人的にはね、はい、すごく超一撃やりたいです。やりたい、やりたいんですけれど、はい、あのね、やっぱり1ゲームで終わっちゃうのは絵的によろしくないだろうという。タイガーさん大人になりましたな。大人ですよ、アダルトですよ。はい、なのでちょっとね、このゲーム数が決まってない、こっちの迎撃の方、はい、運命は自分で切り開く。そうですよ、どこまで進むかわからない、この腕にかける。はい、ちょっとこの迎撃でチャレンジしたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、ほい、はい、いきます。オズマ隊長いきます。はい、怖いですね、残りさてな。はい、まあ5ゲームは必ず継続するんで。なるほどなるほど、ちょ 5ゲームは安心して、はい、消化できるんですね。お、来ましたよ。はい、でこの時に絶対に左から押さないようにね。あ、中は右第一で、はい、押し順を当てると。へー、男だったらやっぱり右側です。右ほりゃ来てるんじゃない。これリプレイが中段止まってるってことはこれ第一正解だよ、おそらく。おお、なるほどなるほど。はい、さあ次ベル、ベルが来るんですね。あ、ベルリプレイですね。はい、挟み、挟む、ベル中段にベル、あれこれってまあ残念な感じですな。でもまだ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 、そう、まだまだ続くし、まだまだまだ、やっぱ押し順当て熱いよね。ドキドキできますね、押し順当て俺も好きだから。ザーシステムとかないの。ありますよ、ザーシステム、ザーシステム、この中指は薬指を。おお、俺パクリじゃねえかお前、ふざけんじゃねえぞダメですよ、ザーシステムダメですよ。結構続いてくれるよね、いきますね、結構拳、うん、こういうさ、なんかゲーム数不定型っていうのはさ、なんかすぐ終わっちゃいそうなイメージあるじゃん、なかなか。そう、終わんないんで楽しいですね。終わんないんですよ、ちょっとドキドキしますよ頑張って。ちなみに終わるときっていうのはどういう演出が入るんですか。はい、ブラックアウトしてきます。なるほどなるほど、じゃあもうこういう演出が入ってはれば転落はしない。基本的には大丈夫だと思う。お、ちょっとドキドキしますよ。あ、油断してるから残念ながらブラックアウトで終了と。なるほど、あのね、ちょっとはい、お願いしていいですか。何ですか。あのね、ちょっと超一撃をやってみたいなやってみたいな、贅沢言っちゃう。ちょっとちょっとね、これだね、このまま、ね、迎撃をこのまま終われないですよ。後天何かけでちょっと一撃、超一撃を、超一撃でリベンジ、リベンジしますよ。
一撃に気合を込めろ。込めます。あ、ごめんなさい。はい、行くぞ。せいや、ただ感じるままに、俺は食べ、やっぱそうですよ。リールワークがだって赤く光ってるから。え、これは、え、まさか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 の、ちょっとドキドキするんですけど。いや、すごいよこれ、マジでガチですからね、みんなさん。ジャクチャ引いてるし、ジャクチャ、どうなんだ、ジャクチャ。おー、これはマジですごい。これ、ノーやらせですから。だから俺も反応できなかったんですから。だって赤、あれ、こんな赤く光ってなかったぞと思って。本当になっちゃった。あれと思って。すごい。おー。来ましたよ。いやー、素晴らしい。だけどね、欲を言うならばね。誰も拍手しないですけど、僕は拍手します。欲を言うなら、ちょっとホールでやりたかったなっていうのが。まあまあ、そうですね。いや、でも、来ましたよ。いやー、これは本当素晴らしいですね。奇跡の。奇跡ですよ。超一撃クリアの興奮、ちょっと冷めやらない感じなんですけども。面白いでしょ、バズルアタック。いいっすね。でも通常時には、はい、もう一つ、はい、ART ストック特化型の出撃チャレンジっていうチャンスゾーンもあるんですよ。なるほどなるほど。さあ、それでは大変長らくお待たせいたしました。ついに来ましたね。ついに来ましたよ。ここからはですね、究極クランボーナスの上乗せ対決を行ってまいります。拍手が多い。拍手が多いですね。さっきはほとんどの人が拍手してませんでしたけれども、まあまあとりあえずここからは僕とカイザーさんが、まあ、先行後攻に分かれまして、はい、この究極クランボーナスを消化しつつトータルの上乗せゲーム数を競い合っていくという形でちょっと中身の解説をしていければなと思っております。はい、でどうします、どっちから打ちますか。やっぱり先行は自分じゃないですか。クラン愛バリバリの。ほう、クランちゃんですよ。クランちゃん、クランちゃん、俺が打たないとどうするんですか最初に。わかりました。まあ別にそこに何の意義もないですけど。で、はい、負けたらどうします。せっかく勝負するんで、はい、何かやりましょうよ。そうですね、仮面取る。仮面取りデスマッチする。いや、ライオンを歌う。ライオンを歌う。あのね、見てる人誰も嬉しくないと思うんだ。あと大人に怒られる可能性があるから、まあなんかちょっとせっかくここまで、まあちょっと異色な組み合わせの動画ちょっとお付き合いいただいてるんで、まあなんか見てる方にプレゼント的なものを用意しますか。負けたら自腹でプレゼント。はい、いいですね。でご応募はこちらまでみたいなのできるよ。夢の夢の夢のこれができるから。おお、いいですね。はい、まあ勝つのは自分ですけどね。まあ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 、まあ、まあ確かにカイザー様ちょっと引きはとんでもないもの持ってますけど、さっき見事にね、はい、射止めましたから超一撃を。そうなんです。だ実際どこまで乗せられるかっていうのはちょっと皆さんも興味あると思いますんで、はい、じゃあザーさん先行でちょっと いきますか。いきますよ、この究極の力を見せてあげます。はい、いくよクランちゃん。変身。はい、で今これ変身ってなってますけれども、はい、クランがゼントラーディー化すると上乗せ性能がアップすると。マイクロンの方が熱くないんですか。いや、それはカイザーさんの好み的な問題ですけど。いいっすよこれ。分かったから早くやってもらえますか。
はい、この時の背景の色ですね、はい、今青ですけれども、これが赤だった場合は変身の期待大です。おお、いきなり変身した。ナイスバディ、荒ぶっちゃうぜ。いいですね。お、あ、歌も変わるんですね。そうなんです。ゼントラーディー化してる時は裏の性能アップしてますし、はい、このクランボーナス中は青7揃いの出現率も通常のビッグよりもアップしてますから、青7が揃えばもちろんセット数上乗せとなります。おお。で今回は青7揃い1回につき50ゲームという形で換算してトータルゲーム数を競っていきます。来たか。お、おきましたね。このベルでも乗っちゃうっていうのがねすごいですよ。ベル30ゲームってちょっとすごいですよこれは。はい、やっぱりこのゼントラーディー化中はこのベルデの上乗せとか、もちろんレア役引けば、おお、だから熱いですよ。ということは CB は熱いんです。えですよね。はい、おお、上乗せ、ほらほら、もう3桁乗せは余裕ですね。3桁乗せはもう余裕ですね。おお、うぜえ。こいつうぜえわ、やっぱ引きが。おっ、気持ちいくじゃないですか。ジャックでお願い。ああ、やめなで、通常のボーナス後みたいにもしかしたらレア役後にベベリンの出現率アップしたりするかもしれないから。おお、いいねいいねいいね。ちょっとおっ、やべえな。あ、なんかいいっすね、ミシェルが可愛いっすね。ミシェル可愛い。なんか鳴りましたよ。このスペシャルテンパイムが鳴るともちろん揃ったトライアングルチャンスストックと、まあ ART ストックですね。これ50ゲーム換算です。お、なるほど。おお、ちょっと長くない。まだ12ゲームしか消化してないですよ。やべえよこれ。で結構ね、その変身のいいよ、狙って。うわー、第一で出やがった。すごい一角ですね、演出上の一角。おお、まあやっぱり青ならそうするんですよ。すごいっすね。だから、まあ、あー、ゼロ角か。すげえな、やっぱやりたい放題ですよ。やりたい放題。おお、引くなぁ。すごいな。こんな引けだっけかな。おお、すげえ。すげえ。すごいよ。この7揃い回数はちょっとすごい。そうですよ。おお、すごい。まだ30。これでもいい、ね、ゲーム数だけで300いってるから。こうなったら500以上はもう確実だね。6回か7回なら揃ってるね。さあ、ラス1。いや。最後に好きなラブ拝めるとはやりたい放題ですな、あなた。かわいい。早く止めてね。あー、はい、ということで、はい、トータルゲーム数が、ゲーム数の数が300ゲーム、7揃いが6回なのでかける50で300ゲーム、600ゲームの獲得と。はあ、すごいですね。究極、究極ですよ、究極。ただまだ俺が勝つ可能性も残ってますからね。じゃあ次は僕の後半戦、はい、行ってみましょう。さあ、レバーを叩く前からちょっと強化試合感が会場全体を包んでおりますけれども、さらなる究極なる上乗せを目指して僕も頑張っていきますんで。まあ頑張ってくださいよ。うぜえなこいつマジで。じゃあ行きます。だってもうこの時点でなんか負けてる気がするもんね。俺何も起きねえみたいな。まあ、まずベルですわ。ベルで変身させて。大丈夫？ベルじゃないけど。おし！見せてやるよ。見せてくださいよ。荒ぶっちゃうよ俺も。よし！よし！
まあ、基本的にね、まあまあまあ、変身してるときはもう中段ベルでも上乗せの大チャンスってことでしょ。なるほどなるほど、はい、でも10ゲームですよ。自分30でしたからね。うるさいな。10の時もあったよ。まだこっからだ。あれ逆押しカット今出ないんですか。まだ溜めてんの今。あ、なるほど。なかなかいいリプレイの引きっぷりですね。あれうるさいやつだな。よっしゃ、おらおら、弱チェ。弱チェでもいいんですよ。おいおいおい、こっからだから。よしよし、まだいける。よし、あよし、来たぞ。来ましたね。なれ、あれあれ、自分だったらなんかバシバシ取れたんですけど。いやいや、あんたも外してたよ。1回ぐらいは。よし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 、おお、弱水か、弱水か、押し湯ナビなしが取り上げてきますね。ね、ナビなしでね、あのパラシュート演出っていうのが、あれに行くと熱いよね。あー、あ、戻っちゃった。かわいい、かわいいな。よしよし、よし、1回揃ったら早いぜ、こっから。まあ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 、いや、ここでまあまだ1回はちょっと返事しよう。返事しようよ。愛が足んないっすよ。いや、そんなことはないと思うよ。愛が足らないですよ、やっぱり。俺の方がこの状態を愛してる、ね、なるほど。残念だけど。でも返信させたくなくなってたもん、もはや。このまま走り切ったやろ、もう。返信しませんね、本当に。ね、終わっちゃったよ。終わっちゃいましたね。まあ残念ながら完敗です、はい、でもまあ割と多分今ね、内容としては結構ひどい方だったと思うんですが、まあそれでも3桁のプラスね、ストック1個もらえてますから、まあちょうど2人を合算したぐらいがもしかしたら平均値ぐらいなのかなっていう感じがね。ですね、はい、うん、まあそんな感じです。なんだろうね、これ。やりたくなかったもんだって。むしろ見たか、俺の引きを。乾杯。愛の強さ。さあ、あっという間に激動の前編、これに終わりましたね。になったんですけれども、海人さん、はい、まずはちょっと感想を聞いていきたいんですけれども、やっぱりですね、今までずっと自分、クランちゃんはマイクロンが可愛い可愛いと思ってたんですけど、はい、大きくなっても可愛いですね。あ、なるほど。その個人的なそういう思考性とかはいいので、はい、なるほど。卒論の感想もちょっと、卒論の感想、はい、なるほど。スローライターらしく、はい、やっぱりですね。3種類、いや4種類選べる CZ、はい、楽しいですね。ちょっとどれにしようかなって迷っちゃうのが、はい、ちょっとね、ホールだとずっとこれだけで閉店になっちゃうんじゃないかなと思っちゃうぐらい、はい、楽しみです。まあまあ確かに、まあ、どれを選ぶかによって、はい、まあ、会場期待度は変わらないこそ、まあ、実際変わるものもありますが、その見返りも変わったりとか、まあ、そういった意味では非常に戦略性があって、そうですね、まあ、通常時から楽しいところ満載かなと。もう白熱しましたからね。そうですね。で、今回は通常時を中心に解説をお届けしてきましたけれども、はい、次回はいよいよマクロスフロンティア2の本丸、いよいよ ART に特化した解説をお届けしていきたいと思っておりますので、はい、まあ、見どころ次回もより満載になると思います、はい、そしてですね、今回、まあ、上乗せ対決では残念ながら私嵐が敗北してしまいましたので、まあ、僕がちょっと個人的に尽力しまして、はい、皆さんに喜んでいただけるようなプレゼントをご用意しておきますので、ご希望の方はこちらまで。どし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 、なんで言ってやめるんですか。どしどしご応募ください。はい、そういうことでございます。それでは今回はこれで失礼させていただきます。またお会いしましょう。さよなら、さよなら、アディオス。